どうも、基本一人です。今日はですね、2019年の5月28日です。ちょうどですね、チャンネル登録者がですね、100人ですね。やっと100人になりました。どうも、基本一人です。チャンネル登録者がですね、やっと100人突破しました。登録していただいた方、ありがとうございます。そして登録はしないけども、たまには見てくれてると思いますんで、そういう方も含めて、ありがとうございます。ということでですね、今回は、一区切りついたということで、自分の自己紹介みたいなこともね、ちょっとしていきたいなと思います。年齢はね、今56ですね。独身です。結婚もね、実はしたことないです。ですね、家族構成はですね、80過ぎのですね、おふくろがいますね。で、父親はね、30年以上前にもう亡くなってますね。そして兄弟はですね、男ばっかでですね、僕の下に2人いますね。次男はですね、ちょっと統合失調症でですね、もうだいぶ重い統合失調症にですね、中学の時になってですね、まあ要するにはまあ本当に重いんで、ほとんど、まあ働けない状態ですね。で、今はですね、4年ぐらい前からですね、入院してますね。そしてですね、下のね、弟はですね、知的障害がね、ちょっとあってですね、まあそちらは、家にいますけれども、今日なんかはね、平日の、午後ですけれども、作業所っていうね、ちょっとね、老人で言ったらデイサービスみたいな感じで、社会訓練なんかをしてくれて、要するに朝、要するに9時ぐらいから、バスで迎えに来てくれて、まあ要するに夕方のね、4時頃に帰ってくるっていう感じですね。あとはまあ一緒に生活してるという感じで。今現在は要するに3人家族ですね。弟が、4人、まあ本来4人家族ですけど、まあ3人で生活してるっていう感じですね。それでですね、僕の場合はですね、動画じゃないよ。ネットでですね、とにかく、仕事をしてまして、物販の仕事をね、していましたですね。していますっていうより、していましたという感じです。ところがですね、去年のですね、秋にですね、母親がね、骨折しまして、それでちょっとね、物販の仕事をね、お休みをしてますね。それでまあ物販の仕事を休んで、まあ専業主婦というかね、なんかそんな感じになりましたね。で、まあそっからですね、今度はですね、冬にですね、12月の末にですね、要するに知的障害のある弟がね、今度骨折したんですね。それでまあ、入院3ヶ月ぐらいしたのかな。そんな感じのことがあって、まあちょうど弟が入院したと同時ぐらいにですね、 YouTube 始めて、現在に至ると。まあ弟は退院しましたけれども、そんな感じですね。なんでね、YouTube を始めたかっていうことなんですけれどもね、やっぱり僕の場合ね、旅行が好きなんですね。年に1回東南アジアにね、1ヶ月ぐらい行ってたかな。そしてですね、それがですね、まあきっかけですね。で、要するにまあね、旅行行きたいわけですよね。ところが行けないと。で、まあ要するに YouTube で東南アジアとか、自分の行ったタイだとかカンボジアとかに旅行している動画ってね、いっぱいあるんですね。そういうのをね、見ながら、ああでもないこうでもないなんて、僕だったらとこんな風に撮りたいなとかね、そんなこともね、考えるようになって、それで要するに2018年の、2月にですね、動画をね、たくさん撮ったんですね。
そしてその動画がをですね、アップロードしましたね。60本ぐらいありましたけど。そしてそのね、動画をですね、撮ってみんなに見せたらですね、まあある程度コメントがついたりとかしますよね。まあそれがねちょっと面白くて、まあやってたわけですけど、その時はですねもう、その60本の動画だけしか、上げませんでしたね。そのまんまにほったらかしにしてました。でほったらかしてですね1年ぐらいしたらですねチャンネル登録者がですね70名ぐらいついたんですね。あ、なんかこんな、あの、要するに本当に素人が撮ったね動画でもねチャンネル登録70ぐらいいくんなら真剣にやればね面白いかもしれないなと思って、そしてですね、まあ要するに、要するに基本一人というね、アカウントをねしっかり取ってですね、アップロードし始めたと。ところがですね本当はね前も言ったように弟が骨折しましたね。クリスマス過ぎたぐらいの時に骨折したもんですから、実はね、19年の2月ぐらいにね、旅行の動画をですね撮りに行くつもりだったんですね。要するに 1月ぐらいから YouTube を始めて、要するに過去動画ですよね、先ほど言った、去年の過去動画をですね、まあ上げつつ1月にね、で2月になったら、新しい動画を、ちょっと撮ってみてみたいな感じでね、思ってたんです。ところがですね、弟が骨折してですね YouTube じゃない旅行に行けなくなったんですね。そしたらねもうなんかちょっと人生ちょっと暗くなっちゃって、なんかちょっとね落ち込んだというかね、そんな気分になったんですね。そしたらねやっぱりなんか新しいこと始めてみたいっていう気持ちがね、あったんで、やっぱり YouTube 始めてみたいな、こういうなんて言うんだろう、閉塞感のあるね楽しみなものが奪われた時のなんか閉塞感のあるね、感じなんで、とにかく家の中でね動画撮ってやれと思って、そっからですねいろいろ動画を、撮り始めたという感じですかね。そして、断捨離の動画が、まあ、ある程度、チャンネル登録者が伸びるきっかけ、今ちょっと電車が通りましたね。まあどうでもいいけど、まあまあそれがまあきっかけで、まあ始めて、今はどっちかっていうと、断捨離とかね片付けの動画がまあある程度、感触が良かったというかね見てもらえるんで、まあそれに寄り添ったね動画をね今後続けていこうかなと、思っています。ということで、家帰ってきました。ちょっと補足説明しますとですね、まあ、とにかく今現在ですね仕事はねしてなくてですね主婦業みたいな感じですね。まあ、母親がですね、洗濯はできるけどちょっと料理はねちょっとだいぶきつくなってるんで、料理は半分やって僕が半分やるぐらい感じ。掃除とかね買い物だとか、あとは役所行ったりとか、事務的な手続きもね障害者2人抱えてるとですね結構多かったりするんで、そういうのはね全部僕がやってますね。まあ、結局収入はね仕事今してないんでゼロになっちゃってますけども、多少ですね今いる建物はですね死んだ親父が会社やってた事務所の2階なんですけど、1階をね貸してたりするんで、多少ねほんの少しですけども家賃収入があったりとか、あとはね僕ねギャンブルとかですね派手な遊びを、まあお酒も飲めないですしね、あまりお金昔から使わないタイプなんでね、その辺はね、なんとかなってますね。
まあ、できればね、本当 YouTube でね、少しでもね、お小遣い稼ぎになればいいかなと思ってますので、ぜひですね、チャンネル登録を、よろしくお願いします。一応ですね、1000人、超えるとですね、収益が発生するっていうのも分かってますんで、そちらもね、一応マジで狙ってますんで、よろしくお願いします。ということで、そうだ、思い出した。あと言っとかなきゃいけないなと思うことあるんですけど、たまにコメント欄でですね、とかね、そういうのが多いですよってみたいな、コメントがね、最近来るようになったんで、なるべくね、とかね、言わないようにね、直していきたいと、努力はしているつもりですけども、なんともね、直ってませんけれども、なんとか努力したいと思、してますので、ご勘弁ください。あとはね、編集をちゃんとね、覚えてね、そしたらね、とかね、そういうのもね、消せると思うんで、今後はね、編集なんかもね、頑張ってやっていくつもりですので、引き続きよろしくお願いします。ということで、基本一人でした。最後まで見ていただいた方、ありがとうございました。